んですか、とにかくやらなければいけないなと思っています。とにかくやらなければいけないマイページで、今日のベータ3ですね。少しは増えてるなと思うんですけども、まあ、ベータは自動でつけるソフトがあるので、あまり役に立たないかなと思っています。でここからなんですけども、ステイロリビューで、左側が IS01 ですね。で右側が採用のザクティ DMX-CG11 ですね。で画面をこうやってスクロールするんですが、まあ、裏側ですね、 IS01 の裏側です。一応ここで滑り止めみたいなのが4箇所ありますね。でこれは安定を保っているような感じがします。保っていると思います。でこれ電池なんですけど、これが1400だったかな、非常にでかいので、最初見た時にこれでかいですねと店員にまず言ってしまったくらい大きい電池が入っています。で店員は5インチモニターですのでと冷静に言っていましたが、本当にこれは最初見た時は大きいなと思いました。1400ミリアンペアアワーなんでしょうか、ちょっとボケちゃって、あ、これで見えますね。1400mAh はありますね。という読み方だったと思うんですけども、バッチし合ってます。これはちょっと、フラッシュ、8121のフラッシュを使ってしまったので、フラッシュを使うと本当に手ブレがしてしまうのです。こっちはちゃんと取れていますが、で、取るときはここの爪のところに、爪というか、まあ、端のところに爪を入れて出すんですけども、140mAh ですね。普通の、電池の、まあ、2倍、1.5 倍ぐらいありますね。という風になります。で、蓋もまあ開けやすいですが、という感じですかね。で、これハッシュポテトですね。を焼いているところです。これはまあ、ボケてしまって、やっぱり 8122T 子供モバイルは、暗いところは弱いなと思いました。本当 CMOS は弱いなと思いました。ただ、これよりももっと画質が悪い、911SH。これもシャープ製の携帯電話なんですけども、一応202万画素あったんですが、すんごい画質が悪いです。暗いところだと全く映りませんし、なんでこんなに悪いんだろうなと思ったぐらいです。CMOS に対してイメージがすごく悪くなった携帯なんですけども、それよりはやっぱり、子供モバイル8121のカメラがいいなと思いました。ただ 911SH というのは、ソフトバンクが 905SH を出した後、次の機種で3インチモニターで、まあ、はっきり言えばトップもう最先端の機種だったんですけども、そのカメラがすごいヘボいというのが、ヘボいというか、まあ、ヘボいという言い方もちょっと古いかもしれないんですけども、悪かったんですが、まあこれも見方をすれば 8121 の子供モバイルだからこれぐらいの、解像度というか暗さで撮れたんですけども、これが 911SH だったらもうブレてしまってとても使い物にならなかったかなと思いました。でまあこれまな板ですね。まな板です。どうだろう、アップロードはこの動画をやりながらも動画を編集や投稿をやろうと思うんですが、もう20までできましたね。で相変わらず PV が2、3とかいうふうにあるんですが、今日だけで随分3回2、2、2、1、1、1、1、1、1、1というふうになってますが、まあ、どうにか動画を投稿しようと思います。で、一回ここで聞きたいと思います。